農大生が取り組むコロナ禍の感染防止対策の強化。皆さん、感染予防策を続けていますか？新型コロナウイルス感染防止にはしっかりとした対策が欠かせません。学生生活をより良いものにするために注意点について一緒に考えていきましょう。毎朝の検温と体調確認、手洗い、うがい、換気、マスクの着用、アルコールによる手指消毒も徹底しましょう。アルコールに弱い人はよく手を洗ったり、ノンアルコールの消毒剤で対応しましょう。体調はいかがですか？発熱、喉の痛みなど症状が疑わしいときは思い切って休みましょう。早期治療と感染拡大防止が重要です。自己判断により市販薬で済ませようとするのは悪化の可能性があり危険です。早めに発熱センターに相談、もしくは医療機関で受診しましょう。感染や濃厚接触の疑いがある場合は保健室に電話でご連絡ください。詳細はホームページや学生ポータルの掲示をご確認ください。学校感染症は報告の義務があります。皆さんには不利益が生じないよう配慮します。マスクは質も重要です。なるべく不織布のマスクを選びましょう。二重につけるのもさらに効果が高くなります。ウレタンマスクはスカスカです。呼吸は楽ですが、ウイルスが簡単に通過しますので要注意です。時々汚れたマスクを見かけますが効果がありません。汚れたら清潔なものに付け替えましょう。マスクは付け方も重要です。鼻の部分は隙間なくつけていますか？マスクを扱うときは両端を持ち正しくつけましょう。鼻を出していたり、口や鼻が触れる部分を触ったり、顎にかけたりしていませんか？特に外で顎にかけたままにしている人をよく見かけます。必ずつけ直してください。通勤通学や授業の実施に心配な声も寄せられます。しかし現在までの感染状況を見ると、これらが原因であるとはほとんど考えられません。原因となることはマスクを外しての近距離の会話や飲食が多いのです。昼食時や休み時間、喫煙所などでマスクを外したまま会話をしていませんか？放課後、飲酒を伴う会食やカラオケなどに行っていませんか？これらは感染リスクが非常に高いので避けましょう。新型コロナ感染症は人から人に感染するもので、感染期間が長いほど変異のチャンスを与えてしまいます。リスクを下げるためには換気をして、飛沫をとどめないこと、人との距離を取り、黙食して飛沫をまき散らさないことが大切です。昼食やティータイムの飲食時には、まずテーブルを消毒液で拭き、手を洗い、換気や距離を取りつつ黙食し、その後マスクをつけてから会話を楽しみましょう。アクリル板なども効果的に活用しましょう。皆さんのご協力をお願いいたします。現在デルタ株の割合が9割を占めています。飛沫中のウイルス量は従来型の1000倍以上で、少量で感染、急激に増殖してウイルスを大量に放出し、1人の感染者が5から9人に移すと言われているので、今まで以上に注意が必要です。皆さんはこんなことを無意識にしていませんか？水分補給のためにマスクを外し、そのまま喋っていませんか？ちょっとくらいと思わず
率先してマスクをつけ直しましょう。マスクをつけなかったことで感染が広がったケースが学内でも見受けられます。皆さんは顔や髪を触る癖ありませんか？手にはウイルスが付着しやすく感染を広げる原因になりやすいため、清潔なタオルやハンカチを使いましょう。必ず洗浄消毒を意識づけて手で触っても良いようにしておきましょう。ウイルスは口、目、鼻の粘膜から侵入します。東京都の新規陽性者数は7月半ばから増え続け、現在感染者数は低下傾向にありますが、重症者数は高止まりとなっています。ワクチンは強制ではありませんが、自分自身の発症と重症化予防の効果と人にうつさないという社会を守る効果がありますので、早期の接種をお勧めします。国立感染症研究所の報告によると、接種していない人の感染リスクに比べて接種が完了した人のリスクが低いことが分かります。最近 SNS を通じて間違った情報が多数拡散されています。科学的根拠のある情報なのか、いつどこで誰が出した情報なのか、常に確認する癖をつけましょう。現状では家庭内感染が圧倒的に多いです。特に高齢者、妊婦、基礎疾患のある人などは重症化しやすいので注意が必要です。大切な家族にうつさないためにも、医療機関を逼迫させないためにも、感染症拡大防止にご協力をお願いいたします。濃厚接触者になった場合も人との接触を避け、感染拡大を防止しましょう。新型コロナウイルス感染症は急性症状を乗り切っても後遺症が見られることがあります。持続性の咳や息苦しさ、味覚・嗅覚、記憶障害の症状がある場合には後遺症外来に相談しましょう。不安やうつ傾向等の症状がある場合は、まずは保健室に相談してください。脳内に PCR センターが開設されました。実習などの前に、入学者選抜や学校イベントの前に、帰省や渡航、出張の前に、濃厚接触が疑われる場合など、適宜脳内 PCR センターをご利用ください。常に実習、部活動、学生寮の皆さんたちも活用しています。検査キットは郵送もできますので、詳細は脳内ホームページをご覧ください。以上のことに留意し、会情報に惑わされることなく、大切な学生生活を守るため、みんなで感染防止に努めましょう。さて、あなたはどのような対策を取りますか？